この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ホネットの耳寄りインフォメーションです。この番組ではホネットのスタッフにスマートフォンの話題を中心に生活に役立つ耳寄りな情報を紹介してもらいます。今回はホネットの本社にやってきました。ホネットで去年の11月に開校したある教室を今日は紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。今回紹介するのはプログラミング教育ハローホネットスクール甲府校です。本格的なプログラミング教育で子どもたちが楽しみながら学べるということですが、どんな教室なのかホネットグループ教育事業部のスタッフに詳しくお話を伺いましょう。さて今回紹介するプログラミング教育ハローではどんなことを学べますか？はい、プログラミング教育ハローでは年長さんから中学生を対象としたプログラミング教室で本格的なプログラミング教材プレイグラムを使用しています。プログラミングというと結構難しいイメージがあるんですけれども、どうなんでしょうか？この教室では iPad を使用してゲームで遊んでいるような感覚でミッションを進めながら、どんな職業にも必要とされる手順を考える、論理的に考えるといったプログラミング思考やプログラミングスキル、さらにはデジタルスキルが総合的に身につくプログラムです。夢中になって学べるプログラム、一体どんなものなのか実際に体験させていただきます。教室では専用の iPad を使用してプレイグラムのプログラムをゲーム感覚で進めていきます。プログラムの中で実際にミッションを進めながら課題に挑戦していきます。最初は簡単なパズルを解くようなステージからスタート。ロボットを目的地に移動させるための指示を選んで高得点を目指します。実際に体験しましたが、ゲーム感覚で楽しみながらステージを進めることができました。新野さん、それでは、1から13までやってきたので、ここまでの復習としてステージ14番をやってみましょう。はい、いよいよこの最終盤のステージということで頑張りたいと思います。はい、じゃあこの14のステージですね。はい、行ってみます。では改めてですけれども、この真ん中にいるロボットをですね、奥に見えている星のところまで持っていきます。そしてこの14のステージは今までとは違うのが、前にグラスのようなものがあるということで、これを避けながら。そうですね、ということですね。こちら椅子になってます。あ、こちら椅子ですね。はい、はい、じゃあこれを避けながら、そうです、行ってみたいと思います。頑張ります。ロボットを押します。まあ、このような形で左側にブロック、右に回る、左に回る、そして前に進むというブロック、これをうまく組み合わせて星のところまで向かっていきます。でこの椅子をかわすのに、まず右に回って、じゃあ一マス前に出て、で左に回って向きを整えて、はい、でまっすぐ4マス進んで、そしてまた左を向いて前に一マス進む。で必ずこの右上の個数ですね、使ったブロックの個数、電気、こういったところも、意識しながらですね。これでちょっと行ってみたいと思います。そうですね、じゃあ再生ボタン押してみてください。はい、では行きます。はい、どうだ、いけるか。いけ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 、お、素晴らしい、できました、できましたね。ちょっと緊張しました。さあどうですかね。はい、お、Sクリア目指しました。おめでとうございます。続いてですが、飯野さん、ここまでの確認テストとして、はい、タイムアタックモードやってみませんか？タイムアタックということは今度時間制限もあるということですか？そうなんです。制限時間90秒内でどれだけの問題を解くことができるかっていうタイムアタックモードとなっております。わかりました。ではタイムアタックモードを押します。はい、はい、押します。カウントダウンから始まりますね。あ、もう始まりますね。はい、はい、では改めて確認ですけれども、このロボットをこの星のところまで持っていきます。このブロックをですね、はい、うまく組み合わせていきます。前に一歩だけ進むというのはもうすでにありますので、これをこの空いている隙間のところにブロックを入れるという形ですね。入れるということですね。はい、はい、これで2マス。はい、じゃあこれどんどんやっていきましょう。はい、さあさあさあ、時間がなくなってきました。はい、今度はあ、ここにまた空いているところがあるのでここに置きます。はい、お、素晴らしい、行きます。さあ、いいですね。
次がまたこれが一つ空いてますね。はい、さあ時間も迫ってきてますよ。はい、やばい、残り1分ですね。そうです、残り1分、はい、これもここに入れていきます。いいですね、素晴らしい。今のところ順調ですね。はい、はい、今度はこれ左回りありますけれども、これは惑わされずにこれを押して進んでいく。そうです、はい、さあこれはどうだ。これも今度これが1つしかないので、これで2にして再生2つ進む。素晴らしい。はい、続いて今度右を向いてますね。なのでこれを1回左に回して前に進まがるので、これで再生を押す。これでゴール。いいですね。残り40秒です。少しずれてますね。前に1歩進んで左に回って、あとこれは2マス前に進む必要があればいいので、これでいいですね。早いですよ。さあ素晴らしい。次が残り30秒です。左に回る指示を入れればこれで完成。はい、おお、いやこれ緊張感ありますね。今度は1マス進んで左に回って2マス、これでいいですね。はい、はい、さあさあさあ、ここまでいいですね。ノーミスできております。さあ後ろ向いておりますね、はい、左に回る左に回る、これで正面を向くの で、あと2マス、これで、はい、さあ大丈夫ですね。さあ、はい、さあさあ時間が、おっと遠くなりましたね。遠くなりましたね。はい、左に回る前に、残り10秒です。3マス進む、右に回る4マス、それ再生。もう1個いけるか。時計止まるんですね。はい、次が勝負。時計止まります。さあここですね。さあ行きますかね。右丸右丸右丸。さあこれで前に2マスでスタート。お、あと2秒。あと2秒。あと1問行けますかね。あー厳しいか。あーです。さあ飯野さんの結果はどうでしょうか。あー行かなかった。グリーンですね。ちょっと説明しすぎましたね。これ以外にも、はい、たくさんステージがありますので、プログラミングいろいろなことを学ぶことができます、はい、でまたさらに今タイムアタックやってもらったことで今気づいたと思うんですけども、正解って一つじゃないんですね、うん、いろんな方法で星を取りに行くっていうこともできるので、まあ、考える力を身につけることもできます、はい、大人でも熱くなってしまうほど楽しく学べるプログラミング教育ハロー。スタッフの皆さんに改めてその特徴を聞きました。はい、まあ、まずはデジタルの理解度がアップできるということですね。私たちの周り、まあ、今スマホをはじめプログラムで動くものが非常に多くなってます。それがどんな、まあ、原理で動くのかを実際に使用されているプログラミング言語を使って知っておくことは、お子様の将来に向けてもプラスになります。次に自分で考える力を養うことができることで、プログラミングを学ぶということは物事を分解して課題に対して解決法を考える力が養われます。最後に自主性や主体性を養うことができます。ハローのメインプログラムは自宅学習です。週に一度のスクーリングでは、お子様のやる気スイッチが入るようお子様とコーチが約束した1週間の学習の成果を振り返り、成果を褒めたりアドバイスを行います。そして月に一度のプレゼンテーションで自らの取り組みを発表することで、成功体験や次への目標意識を養います。コネットグループでは、地元山梨におけるデジタルディバイドの解消を SDGs の課題と定めており、私たち教育事業部では ICT 支援事業、デジタル活用支援事業などに取り組んでいます。その一環として、これからの時代を生きていく子どもたちに必ず必要になるプログラミング的思考、問題解決能力を養うために最適なツールと考えスタートしました。さて今日はプログラミング教育ハローについて教えていただきました。自分で物事を解決する手段を考えるというのは非常に社会に出てからも大事なスキルだと思いますので、子どもにとって非常に有意義な勉強だなと思いました。ぜひ最後にこのハローに興味を持った方々にメッセージをお願いします。はい、体験教室の方も随時開催しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。それでは教室でお待ちしております。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。